本日なんですが、3月5日、14時キックオフ、石川県の、西武緑地公園の水源金沢対町田セルビアの、試合に、参加していこうと思っております。ホームから落選ということもありまして、スタジアムにはすごい人数のお客さんで賑わっております。産業展示館ね、はい、裏の駐車場に停めて今から行きたいと思います。はい、通ってください。ここが産業展示館、4号館ですね。はい、産業展示館4号館です。今年はどうなんでしょうかね。ミリオンロックと制限の試合かぶってるのかな、いつも駐車場問題ありますので、ここは大変ですよね。あまり人がいますんでね。で、ここが西武緑地公園の今現在地になりますね。スポーツセンター、また競技場、産業展示館、ね、産業展示館ではね、イベントが行われて、野球場もありますね。石川県の甲子園の、予選とかも、やってる野球場になります。人たちがね、で迎えてくれてますね。ビジターの入り口の方から、自由席の方に向かってるんですけど、町田ゼルビアのね、この聞こえますでしょうか、応援いいですね。やっぱ東京暑いっすね。まあ、小春の東京みたいにね、やっぱ町田ゼルビア、東京ベルディ東京には熱いチームがいっぱいいますね。はい、さあ、こっから行けるんでしょうかね。ちょっとね、今日肌風が肌づまじい状況にはありますが、やっと着きました。
自由席の入り口に着きましたので一旦動画を止めたと思います。背番号2奥山正之。
かもわからんな。なんとも言えない前半でしたね。試合の時に、帰る、ここ車でまで戻るこの、ね、なんとも言えない気持ちになりますよね。
J リーグサポーターの方なら分かってくれると思います。まあ今回開幕戦ね、6000人いたんですけどね、まあ、ボランティアの人ご苦労様です。本当にボランティアの人ご苦労様。さあ、惜しかったね。